そうしてたです。ちょっとレッスン着だったらダサかったので私服に着替えました。メイクもね、メイクはまあ朝した時からあんま崩れてない、良いね。書いていくよ。どう書くのがいいの、横縦縦でいっか。で、ある程度は決めてみたんですよ。だからね、ちょっと今父親に迷いまして母親も決まったんです。あとペット、ペットはもう決まってるでね、まあ母は、母はここに書きますね。父、父、父誰がいいと思いますかね。マジでほんまにお父さんにめっちゃ迷ってて、間違えた。お母さんはもう決まってん。父親はひげ生やした似合いそうな人ほうちゃんとかも似合いそうやな。休憩だけにしないとあかんのかな、あかんのむずいな。でまずここ、こうでしょ。でここはそう決まってたんです。いや、てんなてんな、でちょっともうちょっと広くしよう。待って、うわ、ほうちゃんか。さよさよな、お父さんは。どっちの方に、まあまあまあ、それ以外のとこまず埋めますね。まずこの子はここ、よし、これ多分合ってるかな。あ、待って、あ、こっちもか。あ、オッケー。うわー、え、でもお母さんがあれやったらお父さんはこっちとかもあるからな。まずお母さんはね、一旦言うとお母さんは
わかったんなんですよ。で、わかたんとほうちゃんのペアもいいんですけどね。で、ここは OK。 OK、 よしよし、ほうちゃんくーかな。で、さゆきちゃんもお姉ちゃん感もあるからな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。で、ここあれやな。いやー、三女感はあるのは。いやー、お姉ちゃん感、お姉ちゃんっぽいさ、ちょっといっぱいやからさ、困るな。あ、うわ、じゃあこれやな。待って、書くとこミスった、絶対に。1,2,3,4、 あ、間違えた、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 あと3人やね。誰がどこに入るか。うん、そうやな、そうやな。ここかな。あと2人。どこにしよう、どっちがどっちかな。とりあえず今かけた、あ、ちょっとシャーペン下書きやか見にくいけど、お父さんほのぴー、お母さんわかたん、ほんでこっからリオピミソラちゃん、さゆさゆプキヨシミンレイニャレイポンの感じ。上、こっちが上からビヤーって入ってんねんけど、で、隣人隣に住んでる人が、西馬がお父さんで、マナミンがお母さんで、アミヤヤが双子の子供で、ペットが猫ちゃんでコヨタン。あ、で、こっちはペットは犬でユカタンなんですよ。あ、ほんまや。あ、じゃああれにしよう。じゃああれや、マナミンを若田の妹にしよう。で、西馬ほのぴーの弟にしよう。
クータンが猫で言う方いいの、そうこよちゃんどうしようかって、でも猫っぽいなって思って、そうした。はい、オッケー。だからこの4人も家族やっちゃった。なんかメモった気するな自分。いやメモってないわ、考えただけか。いやー待って、でもどちらかというと上は、うわ迷うな。いやごめんな、なのか。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、そう合ってる合ってる。で、あと一人、ちょっと待って、いや待てよ、いやうん、いやでもお姉ちゃんっぽいのは、あー折れた、こっちの腕。忘れた、一旦なぞろ、見て、かけたので、距離が1から、あ待って、ペット書いてない、ペット書いてない、よし、まず1かけかけました。ミスった、めっちゃ汚くなった、いいか、ずれちゃったけど、もう書き直しできないから、とりあえず書けました。ちょっと消す、下書き、お父さんはホノピーで、お母さんはマカタンで、長女はリオピとミサラちゃんで、双子ですね。
で次女が左右で、三女がふきちゃんで、四女がレオちゃんで、五女がてんちゃんで、で六がよしみんで、七がれんやで、一番末っ子がレイポンです。でペットがゆかたん、ワンちゃんですね。ちなみに小型犬って書きました。一応下に。で親戚がマナミンがお母さん、あやみが、あちゃ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 、まあ、西馬がお父さんで、あみあやが、あみあやで双子ですね。まだ10分経ってないかな。あ、双子書かないと。双子って書いてなかった。消し消しナウです。後で消しカスは全てきれいに消し、あ、捨てましょう。消しましょうじゃない、ね、あとちょっと、あとちょっと、あと一文字。オッケー、まとめとこうか。出やすいよね。よし、熱い。はいはい。あ、これや。よし、まず中心的な家族、中心的とはまずホノピーとワカタンが夫婦です。細い方で書く。双子書いてない、薄かった。で長女たち、長女たち、紫があった。でえいえい、長女、まあこの二人はお姉さんっぽいからだね。お姉さんっぽいし、まとめてくれる。でキャプテン副キャプテンね。
じゃあ次は次女。左右左右。ねえですね。その中でもその中で早く見た方が長女。次女って書いてあったならあれか、一応みそらちゃんが長女か。逆じゃん。じゃあまあいいや。ほんで月が三女だね。なんか三女ってさ、おとなしいイメージあるからさ、ブキブキにしてみました。四女っていうの、四女って分かんない。四女レオちゃん。レオちゃんは大人っぽいし、お姉さん。なんか四女はしっかりしてるようなイメージある。長女とか次女もやけど、四女も一緒回って、一緒回ってっていうのが分からんけど、なんか大人しいイメージで、王女がてんちゃん。あの五条は めっちゃ元気っ子なイメージ。うん。これでわいわい元気元気みたいな感じやから五条で。6が、あ、薄くなってきちゃった。6女がよしみ。勉強できる真面目っ子って感じで、7がれんやで、末っ子ペポ。レイポンかレイニャどっちにしようか迷ってんけど、レイニャの方がちょっと顔とかも大人っぽい感じがあったから、レイポンはもうほんまにワイワイって感じやから、あのあざといし甘えたさんみたいなイメージあるから、レイポンを末っ子にしてみました。続いてこのお家のペットが犬でワンちゃんでユカタンです。ワンワンワンちゃん描いていこう。ワンちゃん描けるかな。お、描けた。え、バイキンマンみたいになってた。角が、角じゃない、耳が。わかる、垂れてる耳なの。わかるかな。わからんよね。わかりにくいな。修正テープないかな。はい、ワンちゃん、ワンちゃん、あのイメージのワンちゃんを描きました。で、続いて親戚。で、親戚はお父さんが西馬、ママがマナミ。で、子供がアミアヤの双子です。こっちの場合、アミが生まれた年が先なので、アミが一応長女になるのかな。で、本当はレイポンとレイニャの双子とアヤミと双子、あ、レイポンとレイニャを双子にして、アミアヤはこっちの双子にしようと思ったんですけど、なんかアミアヤはアミアヤだけがいいなって思って、
こっちにしました。でペット猫コヨコヨちゃんですね。にゃんにゃんかわいい双子だよ。そうここと双子、ここが双子という感じでございます。はい、これが我が家、我が家なのか9期の家族構成。何が長女で、アミがかっこ次女。マナミンが薄い、出ない、どうしよう、細いの、細い子。あ、この子はどうだろう、出るかな。あ、出た、にじむ、ね、まあいいや。よし、で西馬がほのぴーの見えないな弟、まなみんが若田の妹ですはい、ちょっとかくらん狭すぎちゃった。こんな感じになりました。あ、はい、これが勇気の家族構成でございます。はい、ちょっと今何時やろう、もうすぐ公演始まっちゃうかな、わからない、時計なんだけど、ここマナミンが妻で西馬喜ぶでね。あ、これですか。59分だったじゃん、やばいね。はい、これが家族構成です。ちょっと待って、やばい、ちょっと変なとこ、あのダンジョン落としたらさ、スライドしちゃって。はい、ダンジョン読みます、いきます。13位あやなちゃん、ありがとうございます。12位なるさん、ありがとうございます。11位けいさん、ありがとうございます。10位さわなんさん、ありがとうございます。9位ともたんさん、ありがとうございます。8位たかまささん、ありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。6位よもくん、ありがとうございます。5位とうしーさん、ありがとうございます。4位すのうさん、ありがとうございます。3位やなぎさん、ありがとうございます。2位けんちゃん、ありがとうございます。そして1位はみちゆきさん、ありがとうございます。読み方ってるのかな、ありがとうございます、ありがとうございました。そして明日の担当は、明日の朝の担当はじゃかじゃかじゃかじゃん、ゆかたんです。はい、ワンちゃんゆかたん、ゆかたんが担当します。はい、ではありがとうございました。明日の朝配信はまたポストするんですけど、多分7時半ぐらいですね、7時か7時半です。はい、ではありがとうございました。公演も見てくださいね。えなのサイン公演です。バイバイ。